台南精神寺は台湾の台南市東区にあるモスク。台湾で建設された6つ目のモスクである。台南モスクとも呼称される。台南モスクの創設以前、台南のムスリムたちは礼拝など、いかなるモスク関連行事をするのにも高尾市の高尾モスクへ行く必要があった。モスクの土地は台南出身でアメリカ在住のムスリムであるワン・フイ・フアンから寄贈された。 当初、モスクの土地の所有権は、台北精神寺にあったが、台南モスクの建設を管理していた、高尾モスクに移譲された。1983年末、モスク建設のための資金調達が、高尾精神寺の場予義に引き入られて開始され、結果的に、台南精神寺は、高尾精神寺の傘下となった。また、台南精神寺のイマームは、高尾精神寺の福イマームである。 建設の資金調達には10年以上かかり、1993年に建設が始まった。そして、1996年9月に建設が完了した。台南モスクは、国立聖光大学を卒業したヤンミングアンによって建設され、その見た目は、伝統的なモスクと全く異なり、普通のビルのようである。ビルは4階建てで、売店、会議室、 男女別の沐浴室、そして礼拝室と事務所がある。ありがとうございます。